沖縄県立名護商工高等学校は沖縄県名護市沖田4丁目にある県立商工高等学校2007年に沖縄県立名護商業高等学校と沖縄県立北部工業高等学校の統合校として開校したこのうち生産システム、電験システム、生活情報の各課は北部工業高校から商業、ファイナンス、情報処理の各課は 名護商業高校から行こう。開校時点で北部工業高校及び名護商業高校に在籍している生徒は卒業まで当該高校の生徒として扱われる。そのため2007年6月16日に開幕した全国高等学校野球選手権沖縄大会では名護商工高校として出場しているものの1年生部員は名護商工高校2.3年生部員は 名護商業高校の生徒であり、この2校の連合という形で扱われた。翌年も名護商業高校としての部員が存在したため、同じような状況となった。いじめや暴力は断固として許さず、発覚すると加害者は定額処分となる。いじめ防止対策推進法に基づく学校の方針は、いじめ、暴力防止基本方針が制定、策定されている。 ありがとうございます。